チコミール放送局へようこそということで、外にやってきましたが、まずはですね、こちらの船の部屋の配置を教えたいと思います。コンテナの部分は実は机と椅子と価値しかなくて、っていうのもいろいろ置くと揺れが激しいんで、この船すぐどっか転がっていっちゃったりとかするんで、固定できるものだけとりあえず置いてる感じになってます。で、動力を何かと皆さん気になると思うんですけれども、もちろんエンジンは蒸気機関ではないんですよ。というのも、確かに旅の途中までは蒸気機関でした。しかしエンジンのパーツが全て行ってしまったことがありまして、で仕方がないので、その近くの地域でパーツを集めたところ、ロータリーエンジンしか見つかりませんでした。なので仕方ないので、ロータリーエンジンを24機連結したものをただいま乗せております。蒸気機関の頃は燃料が石炭で思った以上に安く済んでいたんですけれども、ただいまそのロータリーエンジンに換装したせいでガソリンに変わりました。で、めちゃくちゃお金がかかります、ロータリーエンジンというのも相まって。なのでさらに最近は原子力によるタービンエンジンに換装したいなというふうに考えております。その方がいい、効率もいいですし、燃料代もほとんどかかりませんし。エンジンはこの羽たちを動かす他にもですね、シャワーのお湯にしたり、ポットを温めるのに使ったり、部屋を暖かくしたりなどというのに熱を再利用しております。で、これ皆さん見て思ったと思うんですけれども、この船移動するときプルプルしてる羽と上のコウモリの翼みたいなやつと思うかもしれないんですけれども、実はそれ動力の半分しかになってないんですよ。残りの半分っていうのはこのキラキラしてるやつなんですね。で、これ何かって、いやー、これ本当にね、集めてくるの大変だったんですよ。これは私が発見した時はもともとちっちゃくて、で、もうすでに浮いていたんですけれども、でいくつも集めてきて、それをこうくっつけて、でそれで磨いてこういう風にはめ込んだという形になってます。すると割と高度も高く維持できるような飛行能力なんですね。このクルクルした羽とこのコウモリみたいな羽はですね、レオナルド・ダ・ヴィンチの文献を探してきまして、彼の考えた飛行機と、あと彼の考えたヘリコプターを2つ足して、上昇しては滑空して、上昇しては滑空してみたいな感じで動くようになってます。この船のデザインですけれども、ここ好き、これめっちゃ好き。ですね、そう、スチームパンクを目指したデザインっていうのと、実はこれアールヌーボーを目指したデザインっていう、その2つを掛け合わせてるんですよ。あれですね、スチームパンクとは何ぞやっていう話も今度したいと思います。で、アールヌーボーとは何かっていう話も今度したいと思います。そう、これはね、フェチの領域なんですよ。フェチのただのこう鉄の塊が乗っかってるとかそういう話じゃなくて、色合い、そしてその鉄骨の組み合わせ方みたいなものっていう、さっき言った、それこそ このデザインで共感したそこのあなた、私と今度一緒にお酒飲みに行きましょう。で、この船の作った経歴ですけれども、なんで作ったか、なんで旅を始めようと思ったかについては、またこれも今度話します。まず私はですね、移動するものが欲しかったんですよ。で、なんか買うのも嫌だったんで、自分で作ろうってなりまして、とりあえず港に行って、排気船をそこで見つけてですね、で、またその近くでもうボロボロに放置されているコンテナを見つけまして、で、それをこうとりあえず組み合わせてみてっていう感じでこうなっております。で、また組み合わせただけだと全然前見えねえじゃんってなったんで、自分が住んでたマンションの一部を切り取って前面に配置してます。いや、大家さんにめっちゃ怒られたんですけど、空に飛べるようにしようと思ったのは、単純に海よりも移動距離を短くできるっていうのと、電波の通りもいいですしね、たまになんか変な国のレーダーに引っかかって竹槍で落とされそうになったことは何度もあるんですけど、こんな感じでとりあえず今も船の旅を続けているという感じになります。はい、ということで、次回予告というか今後の予定です。さっき話にもいろいろ出てきましたけれども、今日は構図について学びました。なのでそれに関連してこの色についてもお話をしたいですね。で、あとは映像のカットについてもお話をしたいと思っています。
て、先ほど船の話で関連して出てきたアールヌーボーのデザインについて、あとはスチームパンクのデザインについてっていうお話もしたいかなと思います。あとは私が旅を始めたきっかけのエピソードなどもお話ししたいですね。次回ではありませんけれども、必ずどこかでお話はしますので、これからも楽しみに待っていただけたらと思います。ここまで見てくださりありがとうございました。それでは皆さん、バイバーイ。